どうしたの？なんだか思い悩んでいるようだったから。え、月城くんが木蓮館に？そう、そんなことがあったの。月城くんらしいかもしれないわね。彼と九条くんの間にどんなことがあったのかは知らないけれど、月城くんは自分から音楽と離れようとするものにとても冷たいところがあるから、はあ、私もね、グランツにいたことがあるの。ほんの数ヶ月だったけれど、きっと月城くんの記憶にも残っていないでしょうね。辞めた団員の一人でしかないもの。あの楽団は一流よ。自らを厳しく律し、そして成功できる者にとっては楽園。でもその陰ではとてもたくさんの人が挫折してグランツを離れている。おい、え、でも彼パートリーダーなのに。上を目指すためならばどんなことも厭わない。ステージの上で見る輝かしい世界とはまるで違う。息をするのも苦しいくらいだった。だんだんグランツに行くのが苦しくなって練習を休んでしまったの。バカだったのね。一日だけでも休めれば、一息つけばまた頑張れるなんて思ってしまった。待ってください、それって除籍ってことですか？他のどんな意味に聞こえたんだ？どんな理由であってもオケを放り出した事実は変わらない。ステージを優先できないような演奏者は害にしかならない。君を入れるメリットとリスクを比較するとリスクが上回る。それだけのことだ。チューバの当ては他にもある。今までご苦労だったな。そうね。それで解放された気分になった自分が情けないと思ったわ。あれからもう二度とオーケストラには入らないだろうと思ってたのよ。でもあなたたちの演奏を聞いていたらとても楽しそうで、喧嘩していてもどこか前向きで、スターライトオーケストラでだったら私もう一度やれるかもしれないと思った。グランツとは違う世界が見えるかもしれないって。そうね、きっと。約束よ。いけないわね。ついついあなた相手だと話しすぎてしまうわ。それじゃあまた練習でね。最近どうもコンミスの様子がおかしいと思わないか？そうだな。明らかに常軌を逸している。あいつなんで突然あんなに根を詰めて弾いてるんだ？さっき練習室のドアを開けたらそれはもう凄まじい顔で弾いてたぞ。バイオリンにかじりつかん勢いだ。鬼の形相というのはああいうのなんじゃないか？へえ、見てみたいな。後でちょっと覗いてこようかな。お前、厳しくて有名な古典の岡部先生の授業で爆睡した上にもっとレガートとか寝言を言ってたって話も聞きました。1年まで噂になってるのか。単純に睡眠時間が足りていないんだろう。寮の塔でも深夜まで引き込んでいるからな。ソロのところを何度も何度も。おっ
と、廊下で何やってんだお前ら。廊下に溜まっちゃカップ麺持ってんのに通れないでしょ。ほらチレチレ、熱々の家系豚骨スープ引っかぶっても知らないぞ。コンミスの件で話をしていたんです。あいつこのところ何かに疲れたように練習しているから。ああ、みたいだな。陣中見舞いにすっぽんでも差し入れてやるか。そんな冗談を言ってる場合じゃないですよ先生。止めないんですか。あんな無茶なやり方をしていたら体を壊しかねない。それに音が月代に似てきている。まるでコピーだ。なんだなんだ、そんなに気になるなら九条が止めてやればいいだろう。君が心配だってさ。ほら善は急げだ、ビシッと決めてこい。茶化さないでください。いいじゃないか、思う存分悔いのないようにやらせてやるよ。がむしゃらになれる機会ってのは人生そうそう巡ってくるもんじゃないぜ。そうなのかもしれませんが、あいつがあんなにも無理をしなければならないなら。九条先輩、ソロを先輩と交代するだなんて言い出さないですよね。信じて待ちましょうよ。あの人は突っ走り抜くって。それができなければ本当の本番選考会が始まってからこのオケは立ち行かなくなる。なるみや。ああそうだ、それより今は九条先輩にはオケのフォローをお願いしたいんですよね。先輩をソロに集中させてあげたいですし、それがトップサイドの役目でしょ。そんなこと言われるまでもない。支度はできた？あら、素敵ね。とってもよく似合ってるわ。ありがとう。あなたにそう言われたくて頑張ったの。少し待って。髪飾りが外れかかっているわ。少しだけじっとして。はい、できた。とても綺麗よ。目を離せないほど。ああ、外を見たか。すごい報道陣の数だ。テレビカメラまで来てるぞ。いいか、みんな落ち着けよ。息吸って、吐いて、吸って。先生が一番落ち着いてください。はあ、ねえねえ、ありがとう。ここにいるたくさんのオーケストラの一人一人がみんな今日の演奏のために頑張ってきたのね。そう思うとなんだか心強いような気がする。不思議ね。いけない、そろそろ舞台袖に向かった方が良さそうね。天は快晴、風はないで、あとは将の軍配が振り下ろされるのを待つばかり。さて、そんな時に我らがコンサートマスター殿はどこ行っちまったんだ。お邪魔をしてはなりません、ケイ様は。ああ、いつもの場所か。何か
いや、あの人も思いのほかセンチメンタリストだと思ってね。俺に言わせりゃ複雑回帰だが、それが面白い。つまんないな。まだかな。静かにお待ちなさい。お祈りは終わった？なんだ、こんな廊下で出待ちか。だってケイ様が全然教会から出てこないからさ。許せよ。ステージという神聖なものに向かうには必要な手間だ。行くぞ。この会場の全員に知らしめてやるといい。我らグランツこそが絶対王者だと。最初がグランツか。嫌な演奏順だな。やばい空気がビリビリするな。さあ、もっと高みへ響き渡れ。こんな、ブラボー。なるほどね。あの演奏に勝てっていうのか。そんなのあんまりにも。どんどん観客が退場していきますね。グランツだけ聞けばそれで十分だとばかりに。無理もないだろうな。そもそも選考会自体だって最初から結果が見えている。面白い。ここからひっくり返すなんて最高だな、コミス。表情が硬いな。いや、怖いよな、こういう状況。完全アウェイで会場冷め切っててさ。けど間違えるなよ。お前が向き合う相手はグランツじゃない、月城でもない。お前のオケとバイオリン、それから聞き耳を立ててる観客だ。さあ、それならどうすればいい？手が震えてる。それでも君は。なに、しくじったって死にゃしないさ。最高のバイオリニストのためにブラームスが作り上げたパワフルな名曲だ。ブラームスに下駄を預けたつもりで浸ろうじゃないか。呼べるほどの二人が
やがて音楽的な考え方の違いゆえに分かたれていく。華やかで力強いこのパッセージには、それほどの真剣さと美学が込められている。怖くないはずがない。ソロでステージに立つ、その時感じる圧倒的な会場の広さ。それなのに、どうして君はどこか嬉しそうにさえ見える。このステージに立てることが、やりましたね。お客さん、みんな大満足でしたよ。スターライトオーケストラのコンミス。そうか。あの時の、変わらないな。どうかなさいましたか？いや、論ずるまでもない感傷さ。おお、お疲れ。いや、結構頑張ったんじゃね。十分十分。参加したオケの中じゃそこそこイケてた方よ。君たちも着替えて帰る準備をしなさい。今日はここで解散とする。一ノ瀬先生、どこへ？飲み物買いに。下の自販機にコーヒー牛乳あるかなっと。はぁ、選考会本番まであと6ヶ月か。叶わない夢を見させてどうするつもりなの？と、ああ、びっくりした。やだな、突然。めちゃくちゃ驚くじゃん。いや、今、10センチくらい飛び跳ねてなかった？俺。相変わらずね。そうして都合が悪くなると、煙に巻こうとするところ。あなたなら分かったはずよ。努力だけで叶わないものはあるってこと。どうだろうな。今の姿だけじゃ見えないものはあると思うぜ。あいつら相当伸び盛りだし、あんたの弟だって。鳴宮の家を抜け出した落語者なんて弟でも何でもない。あなたの指導で奇跡を起こせるとでも言いたいの？いかにあなたに天性の才があろうと、もう音楽界にあなたの居場所はないわよ。ステージから逃げた人間に再びチャンスを与えるほど、この世界は甘くない。一ノ瀬さん、あなたはすでに過去の人なの。過去か。
木蓮館もすっかり静かになってしまいましたね。一時入団で来てたメンバーがみんな揃って抜けたからな。俺たちの演奏自体は悪くなかったはずだ。だというのにどうして？グランツがいた。それだけのことだ。あれだけの実力差を見せつけられたんだ。勝てないと判断されても仕方ないさ。先輩、大丈夫かな？落ち込んでいないといいけれど。そうだな。ところにいたのね。隣、座ってもいいかしら。いい天気ね。空を眺めたくなるのもわかるわ。オーバーヒートするくらい駆け抜けきったんだもの。まるで風が吹いてるみたいだったねえ。私、スターライトオーケストラ続けようと思うの。残ってもいいって言ってくれる？ここで嘘をつくほど悪い女じゃないわ。私、あなたの音は最後まで決して折れることなくまっすぐだった。他の誰が何て言うかは知らない。でもとてもかっこよかったわ。あの場所にいた他の誰よりも。泣かないで。それじゃあコンミス、これからも末永くよろしくね。